ちは、黒丸です。今は埼玉県の越生駅前にいます。ここから大高取山っていう山に登っていきたいと思うんですけど、景色がいいとのことなので来てみました。越生町は梅林が有名な町で、今ちょうど梅の時期なので歩いてる人も結構いました。で、今回登る大高取山も埼玉百名山の一つなので、また埼玉百名山制覇ということで頑張ります。それではまず最初に越生駅を抜けて登山口まで向かいます。頑張ります。せっかくだね。大高取山だね。あ、越生の、じゃあ、ま、地元からも愛されてる山なんじゃない？そうだね。今日は越生駅から大観山、西山高取、大高取山、葛城山高取山っていうことで。あ、そうなんだ。結構行く感じに見えるね、これだと思う。うん。よし。大丈夫だよ。よし、じゃあ行きましょう。このところに砕けるのダメだよな。うん、砕けちゃダメだな。うん。はい、麓からどんどん舗装路を登ってきて、戦争で家族の元に帰れなかった戦士の方たちのお墓がある世界無名戦士の墓っていうところでお参りをしてきました。この世界無名戦士の墓が立っている山は大観山っていうピーク地点です。展望台もあって景色が良かったです。次の山は西山高取ってところだって、うん、西山高取、うん、西山高取山っていうの、うん、西山高取なんだ。うん、なんだってそうなんだ、ね、行こう。飛行機も、うん。
こんにちは。はい、西山貴教の標識があるところに来ました。標高は271メートルです。なんで西貴教山じゃなくて西山貴教っていう名前なんでしょうね。謎です。はい、一旦これ休憩しよっか。まあそうだね、景色がいいしね。うん、ベンチもあるし。うん、ああ。いつも普通はこのロゴだけどさ、これだけダースって分かりやすいカタカナで書いてある。レアだね。到着したことにはなってるけど、うん、でもなんかここはさ、本当の山頂ではないっぽいね。なんかもうちょっとここより高い場所があるみたい。そうなんだ。うん、ここ271メートルだけど、うん、あと1メートル高いんだって。あ、そうなの。本当は272なの。うん、なんていうもんだろうね。あっちゃんとちょっと嫌なんですけど、大高取山あちらへか。左へ下る。じゃあ一応行けたの。うん、まあ一応この辺が、ね、うん、西高取、西山高取の山頂ってことだね。そうなんだね。うん、じゃあこっち行こっか。うん、道に戻んない。戻りそうだね。もういいよ。終わりきたら。負ける道があったのにあえてピークを行くのがね、うん、黒丸だから。行くか。あえて過酷な旅を。うん、今だ。うん、お、白石様だって。うん、キングの街。あのベンチじゃないかな。ちゃんとしたベンチもいっぱいあったじゃない。うん、丸太じゃないベンチも。いいね、ベンチがいっぱいあって。これじゃない、これ黄色いの。あれじゃない、根っこ山。見つけました。根っこ山の山頂です。標高は324メートルです。ここの山の名前も面白い名前なんですけど、名前の通り来るとき根っこの階段も結構ありました。ここに来る途中に白石様っていう名石みたいな岩もありました。はい、今杉林の中を歩いているんですけど、明るい杉林で森林浴って感じで歩いていると気持ちいいです。休憩にしてもいいね。
はい、本当は大高鳥山に行く予定だったんですけど、ちょっとコースを外れて幕岩展望台というところに着きました。ここからは麓の景色や登ってきた西山高鳥などの景色が見えます。そして幕岩展望台の幕岩っていう岩は多分下の方にあると思うんですけど見えませんでした。うん、これが大高鳥山の山頂です。標高は376メートルです。ここからは麓の大御瀬駅とかや、あと大観山や西山高鳥など歩いてきた山なども見えて、今日歩いてきたコースを振り返ることもできます。ここにはベンチが4つくらいあって整備されているので、ここで休憩も良さそうですね。またここも埼玉百名山なので、一つ埼玉百名山制覇が増えました。やったやったって。今何個目？47個目くらいだったかな。47個目、うん、結構登ってんね。ね、はい、大高鳥山から降りてきました。ここから展望ゼロで埼玉百名山でもないってことは分かってるんですけど、ピークハンターとして葛城山って山も行ってみたいと思います。レッツゴーそうだね行きましょう。うん、葛城山は展望ゼロなんだ。うん、写真で見た時はそんな感じ。まあ、あ、ほんと。うん、まあ、でもせっかくならね、ピークハンター黒丸としていくんですよ。うん、お、なんかすごい岩だね。なんか書いてあった？何もないんだ。おお、うん、本当だ、景色ゼロですね。うん、枕木山。あ、またゴミを持ち帰りましょうってなってる。ほら、ああね、うが消えてね。うん、はい、葛城山の山頂です。標高は372メートルです。やっぱり写真とかで見た通り、本当に杉林に囲まれてて、ベンチとかも何もありませんでした。まあいい森林浴になるのでいいですね。まあピンクハートもできたからよかったんじゃない？うん。何もないって。怖い。怖い。大丈夫。今度は嫌だったら大丈夫。じゃあ行ってみようか。展望台あっち。幕岩が左。ちょっとした展望台傾いておりますが、これが里山展望台かな。椅子もあるじゃん。ふれあいの里山展望台っていうところに着きました。ここはマップやベンチがあって景色を見ることができます。
ゃあ行こっか。山道から帰ってきたね、うん、山道が先行こうか、うん、大丈夫、うん、じゃあ西山鷹取を行かずにね、うん、じゃあこっち行こっか、巻いてね、帰りはね、うん、その代わり鷹取山って方を通るんでしょ。そうそう、鷹取山が今日最後の山だね。ほいほい、うん、すんごいツルツルなんだけど、お肌だったらよかったのに、ガサガサだからね、お肌だったらね、うん、まあガサガサでもダメだよ、ガサガサじゃまだまだまだツルツルでいられるんだから、ちゃんと化粧水しなきゃダメだよ。あとなんか最近はさ、うん、消毒で手が荒れてきたんだけどそうだね、うん、そんだけ消毒ちゃんとやってて偉いじゃん。だけど保湿もしなきゃじゃん。お城があったんだね。ね。ってことは見晴らしがいいのかな。昔の城じゃ見晴らし良さそうなとこ建ててそうじゃない？ご神木だ。最後の山の鷹取山の山頂です。標高は170メートルです。ここには昔鷹取城っていうお城があったみたいで、今は大瀬神社っていう神社があります。そしてやっぱりお城があったんで、ここからも少し見晴らしがいいです。あの長い階段を、ああ、だいぶ、うん、あ、戻ってきたね。来る、戻ってきたね。うん、車を止めた大瀬駅東口まで戻ってきました。今日は大鷹取山に登ったコースでした。今日はだいたい 8.6 キロくらい歩きました。で、今日はお母さんと一緒に登るコースだったので、そんなに難しくない初心者向けのコースにしました。なので初心者の方でもお手軽に行けておすすめです。それではまたどこかの山でお会いしましょう。バイバーイ。戦争がなくなるといいですね。